どうも、こんにちは。こちらのケースで、国産オクワガタを2週間ほどペアリングしてたんですけれども、この間ね、ゼリー交換しまして、もう大丈夫でしょう。さすがにね、オスの上顎はきっちりワイヤーで縛って、で、メスを入れてるっていう状況なんですけど、もう2週間も経てばさすがに交尾完了してるだろうということで、今回はですね、絶対に失敗しない国産オクワガタの産卵セットを実際に動画で組んでいきたいと思います。僕の場合なんですけれども、国産オクワガタの産卵剤にはこういったかなり太めの剤を選んでます。今回はクヌギ剤なんですけれども、程よく朽ちてていい状態ですね。これを30分ほど水につけて、今で2日ほど陰干ししてる状態になります。飼育ケースはこの中サイズ使っていくんですけれども、まあ中サイズでしたらこういう極太の産卵剤がだいたい2本ぐらい入る計算でやってます。小サイズのケースでしたらまあ1本ですよね。1回目の産卵セットなんで、まあ中サイズのケースでこれぐらいの太い産卵剤を2本入れて産卵セットを組んでいこうといったところですね。それでは産卵剤を使えるように作業していきたいと思います。まずはね、クヌギの樹皮をこうやってきれいに剥ぎ取ります。オクワガタなんでね、表面をなるべくきれいにしてやりたいわけですよ。なので、こういうね、ザラザラに関してもきれいに磨き込んでいきましょう。で、今回はね、たまたまクヌギ剤なんですけれども、オクワガタの場合はそんなに産卵剤の種類を選り好みするわけではないので、むしろ大事なのは産卵剤の朽ち方ですね。柔らかすぎず硬すぎずぐらいの、まあ中間的な硬さの産卵剤が理想的なんですけれどもね、まあ、こんな感じで磨いていきます。で、産卵剤がね、柔らかすぎるとオクワガタは材を崩すだけ崩して産みません。で、硬すぎるとやっぱ産みませんので、まあ程よい硬さの産卵剤っていうのがオオクワガタの産卵には必要になってくるわけですけれども、こういうね、ある程度芯がないものを選ぶと割と無難に産んでくれることが多いですね。クワガタの中でもね、特に産卵が簡単なのがオオクワガタと言える部分がありますんで、まあ、初心者の方でも安心して産卵セット組んでいただいて結構だと思います。そしてこうやってしいたけの種ごまをね、くり抜いていきます。こうね、しいたけ菌の種ごまが打ち込んであるのがこういったホダギになりますんで、種ごまはくり抜いてやるのが僕のやり方です。で、表面をね、ある程度丁寧に磨いてやったら、これで産卵剤1本作業完成です。で、残りね、全部同じ作業してあげましょう。国産オクワガタの場合は発酵マットに産卵するっていうことが、まあ、まずありませんので、やっぱり産卵剤がほぼ全てみたいな部分があるんですよね。まあ、いろんな産卵セットの方法があって人それぞれでいいかと思うんですけど、僕の場合はこういうベーシックな産卵剤を使った国産オクワガタの産卵セットを組んでます。シンプルイズベストというかね、こういう基本的な型の中に、まあ、いろんなその基
礎的なテクニックが全部詰まってますんで、まずね、クワガタ飼育初心者の方なんかは特に、こういう飼育の基礎とも言えるような国産オオクワガタの産卵セットみたいなものを、まあ、やっぱりね、一からきっちり基本を踏まえてやっていただくのが上達の近道かなと思うんですけれどもね。まあいろんなやり方があると思いますんで、他にも菌床産卵とかね、産卵剤にしてもその食菌剤と呼ばれるね、菌を打ち込んだような産卵剤もありますんで、それぞれいろんな動画参考にしていただいて構わないと思うんですけれども、まあ、僕の場合はね、何事も基本が全てだと思ってますんで、こういうね、椎茸のおだぎ、普通の産卵剤を使った産卵セットで国産オオクワガタはやってます。こうやってね、種ごま抜いていくわけですね。クヌギ剤ね、国産オオクワガタなんかには非常に合うんでね、他のクワガタには若干えり好みで弾かれる部分があるのがクヌギ剤なんですけれども、国産オオクワガタとかホウペイ、クルビデンスみたいなオオクワ系の虫にはかなり効果的に作用してくれることがほとんどですね。これきれいに磨きますよ。こうやってね、磨けば磨くほどクワガタも気分がいいでしょうから。はい、飼育ケースに産卵剤を実際にセットしていきましょう。まずはいわゆる埋め込みマットと呼ばれるような一次発酵のマットケースに薄く入れてやってください。量は少しで結構です、まあ、軽くね、そこに敷くぐらい、こういう発酵の浅い埋め込み用のマットを入れるんですね。で、そしてこう産卵剤を入れてあげます。もう全て同じですね。ちょっとこう発酵マット軽くダマをほぐして、こういうね、産卵剤をドカッと入れてあげましょう。これもそうですね、こういうね、産卵剤、大型のものですから中ケース2本入りますけど、で、まあ、あとはね、こう上から軽く発酵マットで埋めてやる、もう軽くですね。はい、でね、こうまんべんなくマットを行き渡らせるようにして、これで完成です。非常に簡単だと思うんですけれども、いかがでしょうか。国産オオクワガタの産卵セットです。産卵セットが完成しましたので、蓋を開けたゼリー何個か入れてあって、そして交尾済みのメスを1匹だけ入れてあげます。で、蓋をして一貫の終わりということなんですけれども、国産オオクワガタですから、この状態で25度前後ぐらいだと活発に産卵活動をしてくれると思います。エアコンで管理しない常温管理の場合は4月5月6月あるいは9月10月とかね、ちょっと季節の変わり目で涼しい時期をうまく使って産卵セットを組んでいただけるといいんじゃないかなと思います。まあ、この状態でね、クワガタのメスがこう産卵剤をガジガジかじって卵を産みつけてくれますんで、非常に楽しみですね。今回はどうもありがとうございました。このチャンネルではクワガタ、カブトムシ、
かなぶん花もぐりの飼育に関する動画をアップロードしております。よろしければチャンネル登録してやってください。それではまたお会いしましょう。さよなら。